はい、重岡チャンネルでございます。大仙コーヒーにやってまいりました。大仙コーヒーです、ね、こんな感じですね。今日はね、ちょっとモーニングをね、食べてみたいと思います。初めて来ましたのでね、まあどんな味かちょっとね、食べてみます。まあ、大仙コーヒーです。まあ、たまたまちょっと仕事で通りがかった時に、ね、このお店見つけましてもともとなんかね、フレンチのお店だったらしくてね、なんかカフェに変わったみたいで、まあ、早速ですね、入ってみたいと思います。大仙コーヒー、これがね、はい、かわいい。もうこれ、お砂糖やからもう買って帰ろうか。ほら、うん、鳥さんね、かわいい、なんかすごい、うん、すごくない、うん、あ、ミックスサンドモーニング、うん、いや結構ボリューミーやな、うんうん、サラダも結構ボリューミー、これはで。すごいです。これ大仙のちょっとお湯いただいてます。ちょっとね、飲んでみましょうか。結構なんか自信あるって言ってましたね。うん、いい、うん、まあ、美味しいですよ、コーヒーは、うん、まあ、美味しいね。うん、桜のダークブレンドレベルの濃さは結構いいですね。ボリューミーです。こっちもそうですね。おお、結構なんかいっぱい挟まってるんですね。すごいです。はい、サラダね、サラダを食べてみましょう。これも結構なボリュームだよ。うん、いやな、サラダね、ちょっとしか入ってないですよね、実際は、うん、そんなボリューミーでもないです、うんうん、でもついてるだけいいよ、うん、美味しいでしょ。ないとこもあるか、うん、卵焼いてない。そう、卵焼いてなきゃってか。まあまあね、美味しいですこれ。消えちゃった。桜コーヒーの3分の1くらい、うん、なかなかの、はい、ね、肉サンドちょっともらいましたんでね、ちょっと食べてみましょう。いただきます。美味しいでしょ。高い。うん、パンがうまいですこれ。うん、うん、うん、あ、これライ麦からのパンかな、うまいです、このパン。なんかちょっと茶色いよね、うん、体に良さそうな感じのパン、うん、うん、美味しいです、これ、うん、うん、見えてあります。おすすめです。カッチリ。うん。美味しいです。はい、このヨーグルト食べてみます。ちょっといただきますね。
美味しいでしょ。なんかちょびっとやけど満足な感じ。濃いです味が。うん、うん、いいですねこれ。なんかカリカリしたやつ入っててなかなか。うん、赤いのは何でしょうかね。これね。ドライ1号。あ、うん、濃い。濃い。ラズベリーかな。うん、ラズベリーの濃い。美味しいですか。ちょっとね、富士添えにいいんじゃないでしょうか。